ウクライナ軍の反抗の規模もっといっぱいいそうな感じしませんウクライナ軍の主力の打撃部隊って姿を表しています。本命は渡過作戦ではないか問題になるのはウクライナ側の航空戦力の弱さ F-16 を供与するという決定がもうちょっと早くあればドイツに対してレオパルトをもっとくれる、うん、重火力戦闘っていうのはこれはもう正規軍の独断上ですわね、うん 通常兵器で考える残虐行為をほとんどすべてやってるので、占領地を放棄する代わりに米軍の駐留なし。nato の加盟。反転攻勢の話にちょっと戻りたいんですけど。いきなり初っ端からレオパルト2ー出てきてじゃないですか。あれってどう思われます。つまりこう西側のレオパルト2ー出てくる後、アメリカのブラッドレーンバンバンやられてる。で、さっきお話もあった。 フランスの AMX10RC も前線出てきてモステにやられてる。ということはこう西側の装甲戦力をこう決定的に打撃に使うんじゃなくてこう最前線に持ってきてるとことなんですよね。うんうん、ね、そのまあエロパールト2について言えば、うん、まあやっぱり正面装甲は厚いというか硬いわけで、うん、あのまあ相手の硬い陣地の突破に用いようとするのはまあ若言われたんだ。 言われてみるとあそういうことはあるかもしれないねっていうことは考えられるとただまあその AM、AMX 点が出ててでそこが弱いよねって戦車と打ち合えないよねってもうあらかじめ分かってたにもかかわらず歩、まあ、兵火力の前にやられているということになっていくとですか、ね、使ってるのを見せたいんですかね。 一方においては確かにあのロシア軍の防御陣地に穴を開けたいというのもあるのでしょうし、うん、でも確かに AMX10RC みたいなやつを前本出してきてみすみすやられてるというのもまあまあ偵察部隊だからって。 っていうののももあるのかもしれませんけどねだから結局あれですもんねあの日本の要するにこのヒトロク式とかも戦闘偵察部隊に配備されるわけ,いけそうなんですよね。だから問題はロシア軍戦車いっぱい持ってるからうん、うん、ってところはあるんですけども <laughs> あとやっぱりあんなのかな、あのー、これはどこまでそういうファクターを彼らが考慮してるか分かりませんけどやっぱり生産性が。 上院の,の生き残り性が西側の戦車の方が高くてまあ第一線陣地に突っ込ませるときにま,まだ西側製の方がそが熟練したクルーを回収できる率が高いイコール継戦能力を早期に失わずに済むというような判断もあるのかなという気もします。いくつか出たたブ,ブ,ブラッドレイの撃破された映像を見ると 乗ってた歩兵は全員脱出してますからねてるんでだから結局ねあの戦闘車両自体はアメリカからまだ後からお代わりがもらえるのですし早速アメリカなんかほぼあの初戦の1週間分の損失分ぐらいの同じものを軍事援助パッケージに含めてきましたよねあとうまくいくかどうか分からないけど、えー、今レズニコー国防大臣がドイツに対してレオパルトをもっとくれという話をしている。うんうん、だから、まああのー 走行車両の損失は補いがつくので人間がどのぐらいちゃんと生き残らせられているかうん、うん、まその点ではウクライナのパフォーマンスというか西側兵器の防護性はやはり今のところ悪くないなってそういわゆる例のお弁当箱状態にもなっていないわけだしうん、うん、お弁当箱というのは、ね、あのソ連の戦車が、ねうんうん、やられるとこうパッカーンといってしまうわけですよ。 あれはなでしょうね、まあそのいわゆるカセット化方式、まあカセット化って自動装填装置があるんですけど、あのカセット化が悪いという話もあるし、うん、いやなんかそれだけじゃないんとかいろんな話もありますけど、うんうん、あれはあんなに派手に吹き飛ぶもんですかね、しかしでも本当そうやって砲塔を吹っ飛んでるしパルじゃないですか、びっくり箱みたいになってる、うん、あのワン,ン戦争の時もね、ああいうふうに砲塔を吹っ飛んでいたし、うんうん、まあでもやっぱりあれはまあそれなりにはでもあの方式を愛してるってことはなんか彼らなりにこうメリットを感じてるんでしょうね、あれね。 うん、ちょっと話はずれるんですけどあの、まあ、レオパルトも投入してみたらやっぱり当然やられるわけですよね、うんうん、で何でしょうねこうあのまあ我々軍事オタク的なというか僕が中学生の時のことを考えてみたら T72 とレオパルト 2A6、うん、レオパルトも強いに決まってるって思うわけですけどもまあでも現実はなかなかそうではないと、うん、どこで使うかどんな機構で使うか、うん、どのタイミング投入するかによって変わってきて。 あのそれによってはやっぱり T70 の方が勝つことってあるわけですし、あのまあ某番組出てる時にウクライナの戦車中隊長のインタビューが流れてて、その時にその人が言ったのはあの使い方によっては T34 だってやっぱり使い道はあるのだと、やっぱ戦車があるだけで違うんだからってこと言うわけですよ。まあ85ミリ砲だったら185ミリ砲十分ですよね。敵の歩兵陣地蹂躙しに行く時にで兵隊さんだけで突っ込んでいくのと T34 がついてくるんじゃもう全然違うはずですから。 まあ、だから、やっぱ戦争ってそういうもんなんですよね。うん、まあ、でも、例の撃破されたレオパルトも、やっぱ、正面倉庫抜かれてない。よね、うん、抜かれてないですね。うん、で、封筒、あの、うん、さっきの話だけど、報道も吹っ飛んでないし。し足回りやられてるんですよ。だから。レオパルト、トさすがドイツの戦車、すごいなって感じがしますけどね、うんうん。足回りをやられるっていうのは、すみません、どういう。こと多分、対戦車地雷を踏んで。か、うん、あえっと。 歩兵に接近されて、うんうん、あの足回りのところを攻撃された。なんか、この対談を通して、こう、戦車。正面からは強いけど。えっと、上、上。上か、横とか。うん、下もあれなんですね。下もやっぱり、ね、うん、あの、そんなに分厚くはないと思いますよ。うん、あと、まあ、その、結局、キャタピラで動いているので。 キャタピラってこう,こういう金属の継ぎ目でこうなってるからうん、うん、あそこ一番弱いに決まってるんですよね。うんうん、とかっていうふうにもちろん戦車はもう万能ではないですから本当にこうやられそうなとこだけ分厚いんだけど周りは最低限の走行しかない場合が多いんですよね。必ず弱点はあるロシアが公開したレオパルトとは、あのー ブラッドレーがまとめて重量近くの車両がキアスされてるからじゃないですかすごい狭いところに固まってるじゃないですか、うん、だから多分だから地雷源を細いところで突破してってだからその辺であちょっと公平の能力どうなんだろうっていうところが気になったんですよね。うんうん、そううううですねこういうふうに地雷源を突破した、うん どうしてもここに並ばざるを得なくなって横にに列並んだじゃないですか多分この地雷原を突破したルート上で何らかの理由で戦車が進めなくなって横にこういうふうに迂回しようとしたとこでまとめてやられたって感じだと思うんですよね。 確かにその意味でも公平戦力っていうのは意外と今回盲点だったかもしれませんね。ね、人質戦ですからね。言われてみりゃそりゃそうだようん、うん。言われてみりゃって感じではありますね。うんうん、まあたださすがに今今の反転構成の重火力戦闘っていうのはこれはもう正規軍の独断上ですわね、うん。そうですね。うん、まあだからあのバフムトみたいな都市攻略戦あの、うん、人間のシカバネを超えて1メートル進むみたいなところの場合だと。 そのワグネルが手配してきた囚人とかを使ってまあやるのかもしれませんけれども今度は本当になんか第一次世界大戦みたいなし兵が前進すするみたいな戦争ですよねうんうん、うん、でしかもロシア側もこう重,重心陣地を作りできるゾーンを設定してで、まあ、一部で出てきたウクライナ軍をもうその攻撃エリアドローンも組み合わせて。うん あのもぐらたたきで叩いていくっていうもうこれもう本当典型的な近代戦というか現代戦というかうん、うん、訓練された将兵にしかできない戦い方をやってるわけですよね。そうですね、まあ、だから、あのー まあここまでの戦争も非常に激しかったし古典的だったと思うんですけどもまあ最後、さまあ、最後ではないんだろうけどもここに来てあのまたさらになというか、列度が上がっているという感じがしますしあの航空戦力の投入が割とあれですよね活発ですよね、これまであんまりロシア軍その航空戦力を投入していなかったよねという話が割と言われてきたわけですけど。 なんか今回はまあ少なくとも戦場でま,だまずあの戦闘ヘリによる直強がかなりあの活発に行われているというのとあの戦闘爆撃機もやっぱりかなり前線に入れてるっぽいですよねこれまでに比べるとねまあ前線での戦力がウクライナ軍の全力ではないとで第二停団は絶対いるということになるとそれはもう飛行機の出番ではあるので第二停団を探し出して あの航空阻止をするということには、うん、まあ本来、教科書的にはならなきゃいけないそな、ね、ただその第二帝団に対する航空阻止をどうもやってないくさいんですよね。そこやってなないそそうなんですよね、うん、それはなんかあんまり見られなくて、まあ、そもそもその場所が第二帝団を探し出すだけの ISR 能力がないのか。うんうんうん それともウクライナの防空能力がある程度有力だからそこに戦術航空戦力を突っ込ませる度胸がないのかどっちかなんでしょうね両方ななのかもししれいその代わりに砲兵戦がすごく活発に行われているみたいですね今日もウクライナ側が対砲兵射撃でロシア側の砲兵部隊を突ったというのはムスタを5両も6両もやったらしいですね。 だから、みんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度はすべての作戦だ。うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。うん、だから、みんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度はすべての作戦だ。うん 中立でなければならないっていう建前になってると。主権を尊重してこなかった。